でも一旦こう言ってみんなこっち向いて。食べ比べですよ。皆さん、はい、これからさくらんぼの食べ比べをします。よきよき。食べれることにした。お部屋ですね、はいはいはい、さあ楽しみましょう、はい、冷蔵庫にビールを入れますよ、はい、乾杯。乾杯。何これよりも全然おいしい。ちゃんと自分でブドウ作ったんだよ。山ブドウ作ってね。それさ、やっぱさ、湘南で広めてさ、うん、そっち方面で仕事すしたらみんな喜ぶよ。4ヶ月かけてポタポタポタって落とす、みんながおいしいって言った、こいつをそんなおいしくないって言った女が言ってます。マリコです。桜子の食べ比べをします。わーい、さくらんぼの食べ比べ、よっしゃ、嬉しい。じゃあこうだね。こんな足湯で素敵。ここにこうやればいいか。あ、一応将棋の駒の形してるんだ、そこ。そう今更です。さっきの水戸先生みたい、今更。よっ、わあ、あ、エゾハルゼミの鳴き声を聞いて、最高。いい朝。いや、会いたかったわ、太陽さん。本当。にじますが、泳いでる。わかるかな、みんな。エゾハルゼミが鳴いていて、ニジマスが泳いでいるんだよ。なんですかこれ、素晴らしい。おお、あっちゃん、うーん、ここは素晴らしいな。あ、温泉卵もあるよ。湯豆腐に火をつけて、和尚バクに、ははいただきます。あ、いいよいいよ、皆さんいただきますですよ。みゆきさんもいただきますですよ。これもどれから食べていいか。ありがとうございます。初めて食べます。大根飯しみますか。ほほほほ、なるほど。で、こいつも熱いってことでしょ。これは初めて。ね、だいたいこのタレがね、冷たいからちょっと冷えちゃうんだよね。そうですよね。うん、そしてみんなが大感動してる。大感動だ。お豆腐。
じゃあ食べますよ。木綿って言われたら木綿なんだけど、木綿みたいな。そう。はてな。どれ、うん、もうなんか柔らかいな。そうそう。あれ木綿じゃないの。あれあ、わかる。いいよいいよ。露天風呂からの景色が緑いっぱい。